モルドバ共和国の国章では、モルドバの歴代政府が制定した紋章を一覧にする。モルドバの国旗、中央に国章が描かれている。同国の国章には、くちばしに十字架を加え、爪で杖とオリーブの枝を掴んだ図案化された和紙が描かれている。この国章は1990年11月3日に制定されたもので、国章の図案の作者によると、和紙は、 モルドバの国民の起源がラテン人であることを象徴している。わしの胸はモルダビアの伝統的な気象である角の間に太陽が配された牛の頭の図が描かれた盾で守られている。また耳に相当する二つのひし形と五枚の花びらの花、三日月が描かれている。盾に描かれているものはすべて赤、黄色、青の三つの伝統色のいずれかで塗られている。 モルドバの国章は、モルドバの国旗の中央にも描かれている。革命後に制定された、現在のルーマニアの国章。十字架を加えた和紙や、和紙の胸に構えた盾の中にある牛の絵など、共通の衣装が多い。類似点は、以下の4つである。モルドバ軍の紋章モルドバ軍のエンブレム、ありがとうございます。